11月1日金曜日 November 1st なんて、うん、November 1st ファーストっていうと英語ではフライデーです、はい、11時11分になったら11月1日11時11分やね。いやだ、11月11日の方がいい。あ、そうか、1が多いから、そっちの方が多い。まあ多いけどよ、1がいっぺん並んで楽しいね。楽しいね。はい、ということでこんばんは、改めましてこんばんは、うん、今日楽しいことありましたか。松屋、そうやっちょ、今日丸亀の日で丸亀に行こうと思ったら道路がすごい混んでたね。時間も時間やったしね、夕方やったからね、雨も降ってたしね、車多かったね今日ね。寝てました。で、着いたらさ、まあ多かったね。ちょっと無理、行列すぎる、外まで行ってたってなって急遽松屋に行ったね。何食べたっけ、とんかつと、あーそうか、で私はあれやね、明太子高菜牛丼、うん、みたいな、美味しかったです。ちょっとお値段はだいぶね、最初の丸亀に比べたら高かったけれど、まあ美味しかったっすね。どんな顔それ、垂れ目になってるよ面白いから見てちょっと出していい？やだ出さんけどって感じかな。他は？学校は？学校は何したっけ？あんな感じか。楽しかったです。学校がや、よかったです。数学を教え合いながらやりました。みんなで協力した。みんなじゃないです。そうですか、はい、はい、あとはね、ママはやっぱね早く寝るからね、なのか知らんけど最近眠たくないんですよ。ちゃんと起きてる。偉くはないけど、前ほんとなんか一時期も、あ、顔映ったよ、バカやが、うん、前はね一時期ほんとに眠くて、消しとってほんと起きてるあれぐらい眠いとよ、うん、おかしかったもん。どうか、でも今眠たくないよ、まあ、帰ってきたら爆睡してしまうけど、ちょっとね昼寝が長いみたいな、そんな感じかしらね。あとね、植物計画、職場のがちょっと順調に進んでいっております。なるほど。分別さん持っていくけどね、寂しい。まあ体調を崩したりしたらまた持って帰ってきたり、お世話したりせねえかんからね。家の中がちょっとごちゃごちゃすっかいよね。ちょっと持って行かせてもらおうや、職場に。あの、借りよう。わかったわかった。映すよ、そんな垂れ目ばっかしよと。で、このこれよ。宿毛矯正。ね、だからね、宿毛くせ毛よ、洗い流さない夜よ、トリートメント。これ素晴らしいことね。ほんと、あ、夜つけた？朝サラサラなったよ、朝。アナドル泣かれやね、これね。すげえ、これ。はい。すごくないって言ってるよ。すごいよって言ってますよ。え？すごいって言ってるよ。姉ちゃんに向かっては言ってなかったの。誰がどこに向かって喋ってるかわからんちゃうもん。姉ちゃんがほら見てんってちょっと言ってたのに。なんかそら見たわ、こっちから見ちょる。ちゃんと聞いてください。聞いとるわ。でっていうことですかね。はい、まあ、それぐらい。今日も平和でしたね、うん、雨は降るけど、で明日また雨ね、台風の影響でね。で明後日から晴れて、なんか気温も下がるみたいよ、明後日からの。いつかは知らんけどね、11月やもんだって。早いね、年賀状も。11月って雨が多いんですか、晴れが多いんですか。晴れが多いんじゃない。台風ももうそろそろ来んやろ。で、年賀状販売と、あと、なんだ年末ジャンボ宝くじ、こちらの販売が始まったようですね。
ってことで、まあ、何してんの？歩かせてる。なんで？ノートの上を。うん。っていうことですね。明日は私はお仕事か。うまい。うん。でも楽しいやろ。仕事？眠いけど。眠くないって仕事楽しいよ。おかげさまで大好きな仕事や。はい。明日休みやからだらだらする。しなさい。いっぱい寝る。はい。ってことでお疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイ。最初はジャンクっぽい。サザエさんかって。そうだよ。うふふふふふふ。